皆さんどうも、パコミです。今日は4月の5日なんですけど、で今の時間が朝の3時です。でこれからですね、韓国に帰ります。2週間ぐらいいる予定でして、すいません、今ちょっと声が小さいですけど、まあ、朝の3時ですから。でこれから今日は朝8時の飛行機なんですね。でこれから車で空港近くまで1時間半ぐらい走っていて、で空港近くの、まあ、駐車できる、お金払って駐車できる場所に車を止めて、で空港に行ってチェックインする予定です。空港に到着して、今チェックインもして全て終わりました。今思ったより早く到着して、今2時間前ですね いつもそうなんだけど、早く来てしまいました。2時間後に飛行機に乗ります。이번에이제한국을가는데제가楽しみにしてること、기대하고있는거。제가좀기대하고이런게한국에가서뭐가족을만나거나아니면한국에가서한국음식을먹을수있는것들은기대가돼요。당연히楽しみ인데그거보다도제가지금엄청나게기대하고있는것이뭐냐면은지금제가보이시나요여러분들이헤드폰、이게노이즈캔슬링헤드폰이란말이에요。노이즈캔슬링처음으로사는거예요。제가원래이렇게쓰는헤드폰을안쓰는데비행기를이제뭐10시간을넘게타고가야되기때문에비행기에정말그좋다는그정말쾌적하다는그노이즈캔슬링、헤드폰을거금을주고샀단말이에요。큰좋아。지금아직비행기타기전이니까이제실제로사용을했을때얼마나그잡음을잡아주고서조용하게갈수있는지되게기대가돼요。그런데지금이제비행기타기좀전인데보통이제안쓸때사람들이이렇게목에걸잖아요。이렇게그죠？이렇게목에걸잖아요。이렇게안들을때는그죠？여기계속타면뭐귀가아프니까，이렇게계속대고있으면귀가아프니까목에걸잖아요。이렇게저도이렇게딱걸고서이제가는데어우이게너무목을쪼글쪼이네。여기가지금숨이막혀，숨이막혀 이게원래그런건가？원래이런헤드폰을쓰시는분들원래다그래요？이렇게목에걸쳤는데목을너무쪼여，숨막혀죽겠어。이거어떻게해야돼？이거원래이런가？뭐비행기타기전에질식사겠는데？한국에도착을했습니다。한국도착1년반만에한국에온다음에가장처음먹는음식은김치만두，내가좋아하는김치만두。